監督の視聴者？僕の批判で再生稼ぐ配信者いる。監督は動画配信者の中で頭に来ている人がいるんですか？監督実は、一回だけしか見ていないです。でも、裏話的なところはみんなしたいじゃないですか。過激な文言や発言を使って、視聴回数等々を稼ごうとしている。それで皆さんが潤っていけばいいと思っているんですけど。これレオザのことか？正直アジア杯のレオザの分析正確やったからな。レオザに監督やらせてみたいはどうなるか見てみたい。レオザとかいうペップとアルテタを足して2で割ったような戦術か。言うほど過激な批判あるか？みんなオブラートに包んでるのに無能さを隠せてないのが現状だろ。言うてレオザってまだ30代とかやろ？案外10年後とかには監督としても評価されてるかもな。素人からあそこまで成り上がるなんて常人には不可能やで。森安はメンタルが異次元やわ。普通あんだけ叩かれたらやむ。何一つとして目標を達成してないにもかかわらず監督の座に居座り続けてる奴がいるらしいな。レオザを代表監督にって言ってる奴はさすがにヤバいだろ。金出して元プロやセミプロをかき集めてようやく東京3部に上がれたレオザさん。森安派 J1 で3回優勝。レオザさん派東京都3部の監督。まず J に上がってから監督云々語ろうや。森安も YouTube 見るんやな。